未来へのアンサンブルファイナルファンタジー13-2実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は逸落の宮殿ザナドゥに行きまして、少しねなんかブレイクタイムといった感じでした。カジノで少し遊んで、ちょっと心を落ち着けたかなというとこで、今回はアガスティアタワー AF200 年に行ってみたいと思います。で、前回言うの忘れちゃったんですけど、CP クリスタルポイントが結構溜まってたので、クリスタリウムを一気に成長させました。でセラーも ATB ゲージがもう5つになって、おります。でまあ成長の度合い的にはこんな感じで、結構セラーはバランスが取れた感じかな。ディフェンダー以外は結構バランス取れた感じになってます。まあ正解かどうかは分かんないですけど、この育て方が、まあ、私はこれでいこうかなと思ってます。で装備のなんだ可能な能力も少し、クリスタリウムのレベルが上がることにあるじゃないですか、ボーナスが。あれで上げております。ノエルとセラ少しずつね。でノエルはこんな感じで、アタッカーをもうかなり育てて、でブラスターとエンハンサーもそれなりに育ててという感じですかね。うん。そんで装備は今んとここんな感じです。まあ大して変わってはないですけど、少し HP の底上げをした感じですかね。はい、ではこんな感じで、アガスティアタワー行っていきたいと思います。アガスティアタワー、アカデミーがグランパルスに建造した情報拠点。タワー全体が演算能力を持つという巨大な人工知能である。内部では人の力でファルシを創造するデミファルシ計画が進められている。そこには記録されない歴史が眠っている。かつてこの塔で起きた惨劇を知る人間は一人もいなかった。これがなんかアカデミアで会ったカイアスらしき人が言ってたあれかな、塔でなんか死んだにもかかわらず君たちはまた私の目の前に現れたみたいなことを言ってましたけど、それがこれから行くところなのかな。でアカデミアが AF400 年だったんで、まあデミファルシが作られる前というか作られてる真っ最中の世界に行くってことか、説明を見る限り。ユールが導いてくれた場所だね。ゲートは関係のある時代とつながるみたいだ。カイアスが言っていた封印された歴史ってやつの答えがここにあるのかもな。200年前、君たちは封印された歴史を知り、あの塔で葬られた。ここがその塔？あ、なんか人がいたよ普通に。まずはここがどこなのかはっきりさせないとな。情報収集だね。端末にアクセスしてみようか。アイテムの音がするけど、とりあえずこの辺の端末にアクセスすればいいかな。多分まだ出てこないもんね。よし、じゃあ調べてまいりましょう。パラドックス発生中、全エリアが緊急ロックされています。また？もしかして部屋に閉じ込められてる？端末を調べてみようよ。ロックを解除できるかも。調べられるやつと調べられないやつがあるね。パラドックス発生中、全エリアが緊急ロックされています。これも違うと。あれ？順番ってわけでもないし、こっちにも行けない、こっちにも行けない。ああ、こっち側から調べるのか。パラドックス発生中。ちょっと同じセリフだったんで飛ばしちゃいましたけど、
よ。データネットへのアクセスありがとうございます。アカデミーのネットワークにアクセスします。デミファルシ計画は AF13 年に開始されたアカデミーのプロジェクト。人工的にファルシを作り、その力で国運を再浮上させる計画です。立案者はアリサ・ザイグル。アリサ？計画責任者はホープ・エスト・ハイム。は？アカデミアのファルシはホープ君が作った？国運を浮かべるためか。バニラたちを助けたかったんだね。その人造ファルシがカイアスに乗っ取られた。でも何のために？外周エリアのロックを解除しました。もう部屋から出られるよな。まあファルシを作る計画というか、作り始めたのはホープたちだろうなとは思ってはいたんですが、やっぱりそうだったんだね。アガスティアタワー。アガスティアタワーとはアカデミーによって建設された情報拠点であり、タワー全体が演算能力を持つ巨大な人工知能です。タワーでは現在ファルシを人の手で創造するデミファルシ計画が進められています。まあでもAF13 年から作り始めて、でまだ完成には至ってない感じなのか。で、400年までの間のどっかで完成したって感じかな。デミファルシ計画は AF13 年に開始されたアカデミーのプロジェクト。人工的にファルシを作り、その力で国運を再浮上させる計画です。立案者はアリサ・ザイデル。計画責任者はホープ・エストハイム。デミファルシの創造はアカデミーのネットワーク拠点アガスティアタワーで進められています。はい、といった感じでしたね。おおむねその端末が教えてくれた内容って感じでしたけど。ん？機械なのかこの人たち。全然こっち見てはいるけど。変なこと聞いていい？ノエルにはここにいる人たちの姿が見える？見えるけど、何が言いたいんだ？気配が全然ないの。まるで生きてないみたい。同感。俺も同じこと考えてた。ね、なんか全然てん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 みたいな話しかけられもしないし、話しても来ないしって感じでしたね。じゃあ端末を調べつつやっていきたいと思います。はいはいはい、よっ。6、さっき6っつってたよね。2、なんかヒントか何かかな。2、なんだろう。データネットへのアクセスありがとうございます。はい、アカデミーのネットワークにアクセスします。わからん。2が入ってるやつだと思うんだよな。なんか今2って言ってたもんね。2ってか2っていうか。わからん。四角。あ、データネットより緊急警告。うわあ。なるほどね。パスワードを先に調べてこいってそういうことか。あ、何かしら数字を言ってくれそうな感じがするので、1500ギル、その言ってくれる人を探して。9 9 2。この順番とかは特にないかな。1 9 2 9 2 1。最初6だったよね。だね。9 2 6 1 9 2 6 1。
めちゃめちゃこのこの人落ちそうだけど大丈夫かな。機械っぽいから落ちないのかな。あーなるほど、その端末自体もランダムに設定されるわけね。はい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 。あーあとはい、ちょっと飛ばしちゃいますね。9261ですね。ウェルカム、こちらはアカデミーデータゲットです。あ、クポ？これってさっきの私たち？違う時代が映ってるなんて。あいつここから俺たちを見ていたのか。あいつってカイアス？どうだろうな、アカデミアで会ったカイアスは何か違う、本人とは思えないんだ。わかるの？一緒に暮らしてたんだ。俺もあいつも守護者、巫女を守る戦士だった。俺は駆け出しだったけどな。 あいつはユールと俺を残して勝手に出てったんだ。でも俺はユールを守れなくて、たった一人になった時ゲートが現れた。気づいたらバルハラだった。そこで会ったんだね、お姉ちゃんとカイアスに。うん。どうして行く先々でカイアスと会うのかよくわからない。でも巫女を犠牲にするなんてありえない。あいつはユールが傷つくような真似は絶対にしない。突き止めないとね、ここへ導いてくれたユールのためにも。ああ、おかしい、また だ。どうしたの？どうした？思い出せなくなってるんだ。カイアスが出てった後、ユールがどんな風に死んだか。最後の寂しそうな顔ははっきり覚えてるのに。全エリアのロックを解除しました。なんかそれもこの旅の影響で変わってきちゃってるとか、そういう感じなのかな。タワーの秘密を探ろう。ここはなしと。カイアスがなんか途中でいなくなったみたいなやつはさ、カイアスの意思でいなくなったのか、ライトニングみたいにそのなんか女神じゃないけど、なんだろう、カオス的な感じの神様に呼び出されたのか。あー、カイアスだ。今のカイアスだよね。やっぱり来てたか。でも本物か。なんかそれこそ今回戦いになりそうだけど大丈夫かな。ひとまず追っかけてって行きたいところではあるけど、あーなんかあるぞ。ワイルドパーツ、ちょっとモグキャッチしてきて。なんかあるかな。ごめん、なんかあ下に落ちてっちゃった。モグ大丈夫かな。思いっきりバウンドして下に落ちてっちゃったけど、あでもなんかどっか行った。えあっち側に行ったのか。戻ってくるかな。一ギル申し訳ないことしたな。ありがとね。見つけた。捕まえて本物かどうか確かめてやる。気をつけなきゃ罠かもしれないよ。偽物かな。どうにかしてここを渡れる。あ、ごめん話し切っちゃった。このスイッチを使うんだと。ごめん全部倒しちゃった。カイロが他の時代と混戦してる。クポ、パラドクスを使って妨害してる。もしかして別の時代の鍵なら動くかも。
ここ。アガスティアタワーのアクセスキー。通路のスイッチが作動せず、アガスティアタワーの奥に進むことができなくなりました。原因であるパラドクスを解除するにはアクセスキーが必要です。アクセスキーは他の時代のアガスティアタワーに存在しています。ヒストリアクロスに戻り、他の時代のアガスティアタワーへ通じるゲートを探しましょう。どこかの時空エリアにワイルドオーパーツで開くゲートがあります。ヒストリアクロスで各エリアのゲートアイコンを確認し、開いていないゲートがある時空エリアで水色のクリスタルゲートを探してみましょう。なるほど、足止め食らってるわけか。じゃあ、まあ、ワイルドオーパーツも見つけたことなんで、一旦戻ってどっかの時代に行きますか。さあ、どこの時代に行こうかな。そのクリスタル、ゲートを探すにも、アカデミアもここも行ってないですね。ビルジ遺跡、なんか一番最初のあたりのビルジ遺跡ぐらいが探しやすいかな。ちょっと行ってみようかな。まあゲートを探して、開けそうなところがあったら移していく感じにしたいと思うので、一回ちょっと切りますね。ここで切りますっていうか、多分カット入ると思います。またまたパラドックス発生クポ。魔物がじゃんじゃか増えまくって、軍隊だけでは手が回らないクポ。そこで政府は市民に協力を求めたクポ。というわけでモグたちも平和を守るために強い心で魔物と戦うクポ。プププ事件を解決したら政府から報奨がもらえるクポ。がっつりがっぽり稼ぐクポ。クポ報奨？賞金が出るってことか。でも金なんか稼いで何に使うんだ。そんなの稼いでから考えるクポ。まずは稼ぐことが大事クポ。私たちの他にも賞金目当ての人たちがたくさんいるみたいだね。主戦論みたいなこと言うやん。待って、私ここ来たことなかったかもしれないですね。ごめんなさい。あのアナウンスみたいのスキップしちゃって切ったんですけど、300年のビルジ遺跡は初めてなのかな。なんか、まあ、とりあえず最初のイベント以外は、まあ、マップも意外と埋まってるので、まあ、探索しながら進んでいきたいと思います。赤チョコボの話じゃない力借りようかな。暴れん坊チョコボ。赤色の羽毛に青色の尻尾が特徴のチョコボはパラドクスが生んだ突然変異種で暴れん坊チョコボと呼ばれています。アイテムギサールの野菜を持って話しかければ乗ることができますが、暴れん坊な上に食いしん坊なので乗り続けているとギサールの野菜を食べられてしまいます。ギサールの野菜がなくなると振り落としされますので、注意しましょう。暴れん坊チョコボを乗りこなせる時間、フラグメントをたくさん集めると伸びていくようです。ほう、なるほど。まあ乗れはするんだね。こんだけ魔物が増えちまうと、とにかく目先の退治が最優先でさあね。あっしの調べだと魔物の生態を記録した装置がどっかに仕掛けてあるはずなんです。見つかれば魔物退治もぐっと進むはずなんですがね。なんかすごい寒そうな喋り方っていうかみんな薄着すぎない？頭に雪積もってるし。プラチナリング、AF300 年ビルジ遺跡。パラドクスの影響で大発生した魔物に手を焼く男ジョブは、この地のどこかにあるという魔物の生物データを記録した装置を欲しがっていた。何やら下心はありそうだが、魔物のデータはパラドクス解消の糸口になるかもしれない。手伝ってやるのもいいだろう。まあ、旦那行きましょう。いい人っすね。ぜひぜひお願いしますよ。はい、じゃあまあすごい暴れてるなこのさ、行けてないところに暴れん坊チョコを乗ったら行けたりすんのかな。ちょっと
と一回乗ってみるか。みんな寒さで荒んでんのかな心。おーおーおー、ロックだ。あ、食べられた。あ、やっぱ時代かな、わかんない。ちょっと行けそうもないので降りていきます。ギサールの野菜がなくなる。そんじゃあフラグメントのやつを一応探しつつ、あれだね、なんだっけ、ゲート。最優先はゲートなんで、ゲートを探していきたいと思います。部長大丈夫か。すごい、なんかセラがさ、ファイガとかサンダガを覚えたので。バトルがもう何がないやら。しかもみんな雪が降り積もりすぎて頭真っ白だよ、寒そう。普通のチョコボはいないのか。いないな、暴れん坊チョコボばっかり。まあひとまず、作戦通り、作戦ではないけど、探索していきます。ヒューズが新しく仲間になりましたが、ヒューズとは、あ、この子も名前つけてなかったな。じゃあこの2匹に名前とデコレーションしていきたいと思います。はい、決まりました。部長のね、なんか上位互換っぽい感じの色かわかんないけど、まあそんな親戚な感じがするので、おやっさんで、おやっさんに可愛いキャスケットをかぶってもらいまして、でヒューズは近所迷惑ということなんで、火気厳禁という名前をつけました。なんかね、おすすめにあった名前なんですけど、取り扱い注意とかもあったんで、最初ねそっちにしようかと思ったんですけど、ちょっとかわいそうかなと思ったんで、まだ漢字4文字の火気厳禁の方がかっこいい、かっこよさそうだなということで、火気厳禁にしました。で、なんかそれだけだとあまりにもかわいそうなので、四つ葉のクローバーをデコレーションでつけたっていう感じですね。HP がね結構高いので、まあブラスターなんですけど、育てれば多分部長よりも強くはなりそうな気がしますね。あ、でもおやすんって物理特化なんだね、意外。うん、まあこんな感じですね。そろそろモンスターの育成もしてった方がいいかもしれないけど。ヨーヨーヨー兵さん、なんか用か、なっつってな。え、それだけ。話しかけるんじゃなかったな。よし、じゃあ引き続き探索していきます。あのな、いちいち人間が魔物の相手しなくてもいいんだよ。誰もやってないとっときの方法がある。爆薬で遺跡ごとドカンと吹っ飛ばすのさ。今その道のプロに下調べさせてるからよ。中佐ってあだ名の傭兵を見かけたら、俺が会いたがってたと伝えてくれ。ほう、ミスリルリングがもらえるのかな。AF300 年ビルジ遺跡、賞金稼ぎに訪れた男ダーストンは爆薬で遺跡ごと吹き飛ばし、魔物を一網打尽にするという物騒な計画を立てている。計画実行のため中佐と呼ばれる人物に下調べをさせているようだが、本当にそんな計画が可能なのだろうか。連絡をつけがてら中佐に真相を聞いてみよう。ここにいんのかな。忘れるな、あだ名は中佐だぞ。はいはい、さっき通ってきた場所にいるのかな。なんかあそこのイラストというか写真みたいなのがヒントになってるとしたら、もう通り過ぎちゃったとこなんだけど、ちょっとこの辺の敵が本当に厄介なので、相変わらず中
ちょっとスルーしつつ探索を続けていきます。開けてみます。ん、俺に用だって？中佐だ。例の爆弾作戦の報告書か。もうできてるぞ。威勢よく遺跡ごと吹っ飛ばすと国運を傷つける恐れがあることが分かった。残念だが爆破の規模を落として決定打より地道な有効打を狙うのが妥当だな。あとな、遺跡を調べてるうちに一つ奇妙なことに気づいたんだ。詳細はレポートに記してある。君たちの依頼人に渡してくれたまえ。中佐のレポートね、手に入れた。直接当人たちでやり取りしなくていいんですね。まあこっちも依頼された側なんで別に無関係ではないんでしょうけど。で、一つ奇妙なことがあって気になりますね。はい、戻ってきました。中佐のレポートだな。よし、見せてみろ。やはり遺跡ごと爆破するのは無理か。ちっ、いいアイデアだと思ったが計画は練り直しだな。中佐の報告に面白いことが書いてあったぞ。遺跡は過去に何度となく爆破された痕跡があるらしい。戦闘の後じゃない、アカデミーを標的にしたテロだというんだ。こんな話は初耳だ。何やらきな臭い事情がありそうだが、首を突っ込まない方が賢明かもな。こいつは謝礼だ、受け取れ。ありがとう。ミスリルリングです。です。はい。んで、まだこっちの方向に行ってないので向こう側も行きたいと思います。なんかモグが見つけたらしいですね。ここにありそう。ほい、お手柄。お、魔物データ記録装置を手に入れたので、まあまた後で持っていきましょうかね。この辺でもさ、モグリキャッチャーとかできるのかな。モグ頼んだあー、これさ、水の中落ちてんのかな。お、なんかものすごい反応してるけど探索1ギルですね。なかなか、でも拾い続けていれば1ギルもなかなかいいのかもしれない。でもこれモーグに対するありがたみが薄れてきそうな気もするな。ありがとうね、もう悪ふざけはやめて、今回はやめるわダメだ。こう見えても政府のエージェントさ、つまりは公務員様だ。装置へのアクセスは操作者が信用のおけるものであって、かつ特段の事情がある場合にのみ認められている。要はもっと実績を積んでから来いってことだ。もちろん何となく触りたいなんて理由も却下だ。えらい喧嘩越しな人ですね。装置へのアクセスはかつ特段の事情がある場合、特段の事情もちろん、まあとりあえず今のとこは触れないってことですね。じゃあいいよ、他のとこ探してくるから。お、なんかこっち行けそう。ありましたね、多分ゲート。ユニコーンの角、これだな。ちょっと待って、行く前にさ、まあゲート開いちゃっても別にいいのか。なんかあの、これ誰、なんかコナンの犯人みたいな人がいるんだけど。あ、びっくりした。どちらさん、魔物の調査をしてるんだがよ、相棒と連絡が取れねえんだ。もしやったら伝言でも聞いといてくれねえか。AF300 年ビルジ遺跡、魔物を調査する男レイシーは音信不通になった彼の相棒から伝言を聞いてきてほしいという。明るく振る舞う彼だが、どうやら訳ありの様子。相棒らしき人物を見つけたら連絡をつけてあげよう。ほう、まあとりあえず受けますか。相棒はなんつうか、とことんふざけたダジャレ野郎だ。
なんとなくなんかさっき会いましたねなんだこの人はみたいな感じの、なんかめちゃめちゃあるじゃんミッション。とりあえずゲートを開ける前にちょっとこなしていきたいと思います。私ほっとくと忘れちゃうので、なんかレイシーっていう名前からもちょっと見つけ方からもちょっと幽霊感があふれる彼ですが、大丈夫かなひとまずミッションこなしていきます。この人じゃない相棒。ギルが欲しけりゃギルガメッシュ、なんつってな、意味はねえなんだ、相棒に伝言を聞いてくれって頼まれた。笑えねえ冗談だな、俺の相棒は何年も前に。まあいいだろう、どうだゲームをやんねえか。俺についてこれたら望み通り伝言を聞かせてやる。さあゲーム開始だ、その名も伝言ゲーム、なんつってだテンション高っ。ダジャレ合戦についていこう。いけるかな、私ダジャレ得意じゃないぞ。茶番が始まった。ゲームに勝って相棒のレイシーへの伝言を聞き出したい。どうやらダジャレを言ってほしいようだが。伝言に伝言しといて、こじゃれたダジャレですね。待望の相棒だね、真面目に話してほしい。わからん、こじゃれたダジャレですね。ママが二人でハハハハ、なんつってな、ハハハハ。心にヒットしてると思って話しかけてみよう。不覚にも笑ってしまったじゃないか。ダメにダメをかけたらダメダメだぜ。それはちょっとピンとこなかった。受けてんのそれ。次は何と切り替えそう。何がしたいわけ、まだやるの。あいにくくてビルジにビルが立つって。わからん、ついてってあげようか。あいにくくて。ああ微妙な感じ。出世したけりゃ出世しなってな。わからんこの人のツボが。面白かったらダジャレじゃねえぜ。いいんだそれで。もう少しでダジャレ合戦に勝てそうだ。とっておきのダジャレでレイシーへの伝言をもらおう。テンション高すぎない？もうやめようよ、そろそろ飽きてきた。イルカはどこにいるか。もういいか、とことん付き合ってやるか。イルカはどこにいるか。ダブルキング、俺のテンションについてくれた、すげえぜ。尊敬、敬愛、リスペクトだぜ。伝言はここにメモっといたぜ。それからもう一つ、あいつに伝えといてくれ。相棒の座は今も開けてあるってな。意味がわからねえって顔をしてるな。あのな、俺の相棒は3年前に死んだんだ。あんたらが会ったのはあいつの幽霊なんだよ。じゃあな、楽しかったぜ。相棒の伝言を手に入れた。なんかちょっとしんみりしちゃったじゃないか。なんだろう意外じゃないけど、なんかすごいギリがたさを感じた。この人に、なんだっけ、お名前忘れちゃった。まだなんか用か。ブラントさん、なんつってな。ごめん、それちょっとわかんないけど、でもなんか無理して明るく振る舞ってるわけじゃないなら全然いいんだけどさ。相棒の座は今でも開けてあるぜって、なんかすごい優しさを感じた。じゃあここのミッションをクリアしたらレイシーさんのとこ戻ってゲート開けていきたいと思います。はい、データ持ってきました。記録装置っすね、こいつはありがてえ。どれどれ、ちょいと拝借。貴重なデータが山盛りっすね。これで現場の負担も楽になりました。もちろん、おかみから賞金もがっぽりいただく予定ですがね。
旦那方にはいくら感謝してもし足りないぐらいでさ。これはささやかな気持ちです。受け取ってください。プラチナリングを手に入れまして、フラグメントも全部回収したらでいいか。レイシーさんのとこ行ってからでね。でも気になるので、プラチナ、あれ？プラチナ、あれか、フラグメントの名前か、それ。まあいいや、じゃあとりあえずまたレイシーさんのとこ戻ります。ただいま、レイシーさん。相棒の伝言メモだ。おお、新種の魔物を発見だと。時空を超えたミッシングリンクときたが、やったなあいつ、大手柄だぜ。何、もう一つ伝言がある。相棒の座は今も開けて待ってるって。あいつらしいな。もう聞いたんだろ、ノエル。俺はこの時代に生きてる人間じゃない。時の気まぐれでここに現れちまっただけさ。次にあいつに会ったらさっさと別のやつとコンビを組めって言っといてくれ。じゃあな、ありがとうよ。イリジウムリング、切な。いいコンビなのにな。ワイルドパーツを手に入れました。他にもあったりすんのかな。これ気になってたね。なんだろう。白銀色の綺麗な花が咲いている。モグリ、なんだろうこれ。別の時代とかなのかな。あ、古くなったぬいぐるみが備えてある。細かいな、いろいろ。ちょっとレイシーさんのたちの話でちょっとしんみりしちゃったけど、いい相棒だな、ほんと。じゃあ忘れないうちに、間違えた、フラグメントを見ていきましょうかね。バウンティーハンターの報奨、エリジウムリング、ビルジー石の始末書。今日は政府の出先機関に行ってたんで、遺跡の様子は知らねえ。以上というわけにもいかないんで出張報告だ。行ってきたのは昔商業都市だったパルムポルムなんだが、ここパルムポルムなの？あそこにはまだ、違う？分かんないけど、あそこにはまだ一般市民が何万人も住んでんだぜ。ま、あの町はカタストロフィーでもほとんど壊れなくて、一時期は臨時政府も置かれてたらしいからな。その頃の人間なんて誰も生きちゃいねえが、その名残ってわけかね。本日の戦績、魔物15頭、軽傷者10、重傷者0。プラチナリング、今日はとうとう死者が出ちまった。命知らずのバカばかりとはいえ、やっぱり気がめいるよな。せめてあの世で楽しくやってくれよ。戦績がめちゃくちゃなのは傭兵どもが大規模な共同戦線を張ったせいだ。なんでも最近の AMP ギアは技術革新がすごいらしいっつんで、新兵器頼みの作戦を組んだのが敗因だ。慣れねえことはするもんじゃねえな、ったく。魔物36頭、死者2、重傷者35。だいぶだな、だいぶ出たな。ミスリルリング。パラドクスで出現するモンスターってのはいまいち脈絡がねえ。ここにパルスの古代兵器や野生の魔物が出るのもおかしい。国運の中なんだからな。軍の警備機械が人間を襲うのも変だ。つかおかしいからパラドクスなわけだ。そもそも奴らはどこの時代から来たのかわからねえ。逃げ出して進化した未来の軍用銃か、過去に滅んだ魔物か、未知の異界の生物か。学者によるとゲートが妙な時代のモンスターを連れてきたってことらしいぜ。戦績27と軽傷者4、重傷者1。この数からすると結構まだフラグメントありそうですね。はい、そんな感じでございました。じゃあゲートを開けてみましょうかね。はい、ワイルドオーパーツを使ってゲートを開きます。ワイルドオーパーツはゲートを開くと失われます。はい、ゲートを開き、時の旅へ出発しましょう。
ヤシャスさん AF110 年が出てきましたね。まだワイルドオーパーツ3つあるみたいなので、こっちのヤシャスさんのを開いてもいいし、アルカキレティ大平原行ってもいいし、アカデミアな、行くの勇気がいるんだよな。とりあえず、今回はここで終わりにしておいて、次回ヤシャスさん新しく出た110年の方ですね、行ってみたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。